岡山市中区の岡山朝日高校では午前9時に合格者320人の受験番号が一斉に発表されました。掲示板に自分の番号を見つけた受験生たちは記念撮影をするなどして喜びを爆発させていました。受かりました。なんかもう涙が出て嬉しかったです。大きな挫折とかも多かったんですけど、まあ、それを、まあ、合格するために乗り越えられてるので大変だったけど良かったと思います。親とか友達には本当に支えてもらって今日まで頑張ってこれたと思います。いろんな行事に積極的に参加して楽しんでいきたいなと思ってます。岡山県では今日55の公立高校で合格発表が行われ、1万647人の受験生に喜びの春が訪れました。また香川県でも30の公立高校で5787人が合格を手にしました。